マイプロジェクト TV の伊藤健です。会社やアルバイトとかでもそうなんですが、離職率っていうのは結構気になります。人が一人退職するっていうのは運営の見直し、代わりの人を確保して研修して、その間の現場の穴をフォローして、とにかくお金と時間がかかっちゃう。正社員、派遣社員、アルバイトなどね、はっきり言って関係なくって、これも会社にとって痛手なんですよ。働く理由が様々なのであれば、辞める理由だって様々だと思うんですが、退職することに関して日本では辞めた本人のせいだというふうに捉えるのに対して、海外では会社とか労働環境のせいにすることが多いんです。辞めた人の理由の割合じゃないですよ。人が一人退職するということを組織が、会社がそれをどう捉えているかということです。例えばね、苦情処理窓口、ご相談センターとかあるじゃない。苦情処理窓口に配属になった人が現場に馴染めず退職してしまったとしたら、日本ではその苦情処理窓口に馴染めなかったその人のせいだとするのに対して、海外では馴染みにくい部署の問題であるというね、そう捉える傾向が強いということ。繰り返し言いますけど、これって正社員とかバイトとか関係なくですよ。どっちが正しいかっていうのは、まあどっちでもいいとして、退職は個人の問題だからと適当に決めつけちゃうんじゃなくって、組織や部署に問題はなかったのか、そういう観点を持つのができるやつだ。あるアメリカの調査では、人が会社を退職する理由、それはたったの8つに分けられるということです。1、相場との賃金の差。2、長期的な将来願望。3、福利厚生の充実。4、仕事の環境条件。5、仕事と環境の両立。6、良好な人間関係。7、仕事のチャレンジ性。8、意思決定への参加。これ見てみると、退職って個人の都合でしょうか、それとも会社の都合でしょうか。これよく見てみると8つともね、両方なんですよ。個人の都合でもあり、会社の問題でもあるわけなんですね。例えばこの5番の仕事と家庭の両立ができないから辞めますっていうね、これはね、一見従業員の都合のようでもありますけども、従業員の仕事と家庭の両立を実現できない会社の問題でもあります。だって仕事も家庭も両立するのに、それって別に普通のことですよ。人が自分の生活を持つって、これ普通のことですよ。そんな普通のこともできないような会社っておかしいでしょっていうのが欧米の考え。とはいえ、現実は特に日本では個人という立場の弱さゆえに、仕事と家庭の両立は会社や社会は結構知らんぷりですよね。育児とか介護とか、それって個人の都合じゃんとみなされて、何とか仕事と両立するために個人だけが奮闘して、会社は何もしてくれない。一流企業とか優良企業っていうのは、まあ変わりつつありますけど、今まで退職というものそのものを個人の問題としてきた日本の文化があるからこそ、日本では今ここに来てね、一億総活躍社会みたいなことも叫ばれるわけです。今日は一つの退職理由には二面性があるよというお話でした。チャンネル登録よろしくお願いします。